私たちの国の憲法9条だと思うんです。長く世界の国々は核兵器のバランスを取ることが、これが戦争を起こす抑止力になるんだと言い続けてきました。核兵器禁止条約はこの武力、とりわけ核兵器による脅しや抑止力を完全に否定するという一歩を歩み出しました。日本の国の憲法9条は、戦争をしてはならない、戦争をしない、国際的な争いごとを武力で解決しない、自らの主張を貫くために武力で威嚇することをしてはならない、だから日本の国は軍隊を持たないのだと、このことを宣言する素晴らしい憲法、まさに核兵器禁止条約につながる立場だと私は確信をしています。今北朝鮮や中国との問題を見てみても、私たちの国こそが領土の問題や自らの国の主権を守るために、武力でも核兵器でもって相手の国に自分の主張を押し付ける、自分の主張をこの武器でもって相手に迫る、これはダメなんだ、道理を持ってさまざまな国々との話し合いや信頼関係をもう毎年のようにちゃんと話し合いを続けることによって気づいていくことこそ求められている。今この北東アジアでこのことこそが一番平和を保障する道だと言わなければなりません。それなのに安倍総理は2020年東京オリンピックまでにこの憲法9条を変えるんだと言っています。どうやって変えるのか、自衛隊を書き込むんだという、自衛隊を書き込む理由は何なのか、これが問われなければなりません。実は衆議院の憲法調査会、この皆さんがヨーロッパの国々を視察します。ヨーロッパの国が憲法を変えるためにどういう手続きを取っているのか、こういうことを学ぶための視察だったと思います。ところが訪れる国すべてで、なぜ日本の国が憲法を変える必要があるんですかという質問を受けたと。9条に自衛隊を書き込むと。だけど政府は自衛隊は憲法違反じゃないと認めているんでしょと聞かれて、はいそうですと自民党の議員は答える。それがなんで自衛隊を9条に書き込むんですか、それは専守防衛、防衛のための力ではなくて、こちらから武力を使って先制攻撃ができるようにする、そのために書き込むということなんですか、こんなことまで質問される事態になっているんです。そうですよね、わざわざ憲法を変えるんです、わざわざ自衛隊を書き込むんです、今までと同じことをするためだとはとても思えません。現に安保法制、私たちは戦争法と呼んでいますが、これが作られたことで自衛隊は海外で戦える部隊に法律上なってしまいました。南スーダンで現に戦争が起きていても、なかなか自衛隊を撤退させなかった、ばかりもすれば自衛隊員の命が奪われかねない事態、ギリギリのところまで自衛隊は南スーダンから撤退することができない、安倍政権の下でこんな状態にも置かれました。かつて2003年12月イラクに自衛隊が派遣され、2009年2月までイラクで活動を続けました。ギリギリの状態でも自衛隊には誰も殺されることなく、誰一人武器によって命を奪うことなく帰ってくることができました。それはなぜか、今の憲法9条が絶対に海外での武力行使を禁じる一番の力になっていたからに他なりません。ここに自衛隊を引き込むしか、今の安保法制の下で海外で武力が使える自衛隊、これを憲法9条に書き込めば、まさにアメリカ軍と同じ軍隊に実態はなってしまうのではないでしょうか。
と国会、まさに山場です。自民党は、とりわけ安倍総理は、この国会で憲法9条を変える案をまとめようとしてくるでしょう。これを許さない力を、私たちは立場の違いを超え、政党の違いを超えて、大きく巻き起こしていく決意です。今この場でも3000万人を超える皆さんから、憲法9条を守り生かそうという署名、呼びかけております。どうぞ皆さんの周りでもこの署名大きく広げていただいて、今こそ憲法9条を生かす政治こそご一緒に声を上げていこうではありませんか。平和の実現、憲法9条の実現、核兵器の廃絶、このことを公表に掲げる私たち日本共産党、市民と野党の力で安倍政権を包囲して、新たな共闘共同を大きく広げる2018年にしていく決意を申し上げまして、この場所からの新春のご挨拶、新春の街頭演説を終わりにしていただきます。今年一年どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいま演説の最後でお伝えいたしましたのは、日本共産党副委員長田村智子参議院議員でございました。皆さん、今年最初の新宿駅西口を借りしての日本共産党街頭演説、女性に揃い踏みで行わせていただきました。本当にお集まりいただいた皆さん、足を止めていただいた皆さん、ありがとうございました。駅近隣で営業されている皆さん、働く皆さん、ご協力ありがとうございました。これをもちまして日本共産党新春街頭演説終わらせていただきます。ありがとうございました。揃わない。あの中野でしょ。なんか議員さん知ってるかもしれませんね。その知り合いみたいな。今日も来日しましょう。ねえ、先生なんですけど、個性的だから。